北海道しかかたん。こんにちは。5月7日から北海道に移住したキートです。ということでね、鏡越しで失礼いたします。今から動物遠征に行きます。1泊2日。はい。というわけで、北見の方に向かっていきましょう。もうね、当たり前に北海道内の移動なのに宿泊が伴うようになりました。ふざけんな、行ってきます。というわけで、ずっとルピナスとね、鹿を取りたかったんですけど、一回も鹿が出てこないと。もう、めちゃ暗くなってきたし、昼ご飯食べたラーメンの 死ぬ喉がね、めちゃくちゃ乾いてて、もう、会話するのも大変です。もう会話する相手いないんですけど。ということで、引き際がわからんな。もうね、でも2時間以上待ってるんちゃうかな。一回も鹿が出てきません。この後ね、絶対に 100% 遭遇するというのに、鹿に一回も出会えません。いやー、やっぱ動物撮影ってこういうとこないよな。まあなんかゲーム性があって楽しいという風な撮れ方もできますが、普通にしんどいわってことだと、クマが出てきそうで怖いですね、山の中なんで。ちょっとおふざけしてたらクマに食われてしまって、ちょっとバッドエンドになっちゃうので気をつけたいなと思っています。とりあえず引き際がわかりません。今ね、ほら、今7時22分ということで、もう早く帰りたい。早くね、北見の方に行かないと、今度ね、晩御飯屋さんとかね、なくなってしまいますし、お風呂も入れなくなっちゃうんで、もう、さあ、頑張って、鹿出てきてくれへんかな。まあ無理やろな。諦めがつかない。はい。というわけで、後日談です。この後ね、快活行ってシャワー浴びて、道の駅で仮眠してたんですけど、もうマジで脱水症状になって、死ぬかと思いましたね。で、朝、近くのマック行って、朝マック食べたんですけど、頼んだ白ぶどう Q の L を、爆飲みして、めちゃくちゃ気持ち悪くなって、戻すまでいかなかったです。本当になんか、命の危機を感じましたね。だから本当に皆さんね、水分補給を怠らない、北海道で、だから舐めないようにするべきっていうのは、まあ自分に対してのメッセージかなと思うんですが、気をつけましょう。ですね、本当に危なかったですね。死ぬかと思った。普通に、なんか、これまでにないぐらい喉乾いて、めちゃくちゃ頭痛くて、めちゃくちゃ気持ち悪くて、あ、これ熱中症なんやと思いながら、ね、車中泊してたのも良くなかったですね。気温調整難しいので、夜クソ寒いのに朝めちゃくちゃ車内暑くなるので、しんどかったですね。鉄の箱ってことを忘れていますね。で、まあ Mac でもう死にそうになりながら、なんか移動しないといけないっていうか、もう座ってることもしんどくて、車に戻ってちょっと仮眠して、で、もう Mac 戻れへんし、済むかと思って、もうなんか死にそうになりながら運転してると危ないなと反省しているんですが、オホーツクシマリス公園の方に向かいましたっていう流れです。普通に危なかったですね。で、何がアホかっていうと、この後ね、シマリス公園の流れ、超映像が流れると思うんですけども、まだね、水分持っていかなかったんですよね。反省しろというわけで、マジで、炎天下でまたそのさ、10時とか12時ぐらいのだんだん暑くなってくる時間帯に、またカメラ振り回して2時間ぐらい撮影しとったわけですよ。本当に反省がなさすぎるんですよね。またその後ね、死にそうになりましたね。反省しろ。なんかオープンの1時間前ぐらいについて、どこやっけ？ IOE からね、18切符とか使ってるとよく見る名前だと思うんですけども、IOE から来てるおじさんがいまして、ハイエースで、人って、で、そのおじさんとね、喋ったりして、なんかあくまで1時間と中でもちょっと喋っとった、ほんま1時間ぐらい、1時間合計1時間半とか喋っとったんちゃうかなってぐらい喋っとって、そのおじさんからなんかお土産、関西のお土産もらったりして楽しんでましたね。もうそろそろ帰ってるんちゃうかな。めちゃくちゃいいおじさんでした。和歌山から馬が飼いたいから北海道に来たって、また近しい人間とね、会いまして、その方ともお話して、今度来たら馬乗せてあげんでみたいな感じで言ってもらいました。優しかったですね。というわけで、可愛いシマリスがたくさん撮れました。マジで可愛かった。なんか、言葉を失うというか、なんか、言葉に言い表せないぐらいなんか可愛くて、キュンキュンしちゃいましたね。その後は、まあ、いつも通りっていうのなんですが、北狐牧場に行きまして、僕は年パス勢なんですね。ユニバーの年パス大学で入ってから買ってないのに、北狐牧場の年パス買ってるのは僕だけじゃないですかね。京都大学生で言うと。というわけで、北狐牧場の年パスを買いました。あれ1000円で、1回500円の入場で、年パス1000円なんですよね。だから2回行ったら元取れて、もう元取りましたね。前回、5月ぐらいに行ってるので。可愛かったですね。その夏バテで、彼ら、なんかもうぐてんとしとって、あんま動き回らないというか、なんか、夏バテなんかは明確にわかんないですけど、動かないんですね、やつは。おいおい、元気なところ見せてくれよと思いながら。今日めちゃくちゃ暑いね。暑いね。熱中症に気をつけてね。動いたら体力ないからみたいな話をしてました。で、小狐たちがめちゃくちゃ、檻の中にいて、なんでかなっていうのを、おじさんがいてね、
優しいおじさんがいるんですけど、話してたら、キツネ牧場があんま平坦やから、あんま体力、その走らせてもつかへんから、なんか遊具とか置いてあって、体力運動神経つくように走り回すさられてるらしくて、めちゃくちゃ可愛かったですね。なんか、ドアをガンガン押してたの、可愛くないな。ヒッヒッヒッって言ってて、その、可愛かったですね。やっぱキツネ可愛いなって思いました。というわけで、この後、地獄の帰宅ね、そう。これが一番しんどい、やっぱいつも。そう。帰り道な、北見からの帰り道な、何時間かかるのかな ?6 時、5時間くらいかかるから。帰る、俺はもう帰る、俺は早く帰る、暑すぎる、早く帰って、インスタント、ルート変更、違う、有料、じゃあ一般優先、当たり前。有料は甘い。はい、かかってこいな、ええやから、あれか。よ、喋んな。というわけで、伊豆3時43分。時刻、16時。もっと負ける。ガンガン巻いていこう。帰るぜ。おー、キツネさんありがとう。生ラメン来いよ。それ長い。バイバイ。それがやっぱいつもしんどいなって思います。一人でね、虚無運転なんで。で、最初の2時間ぐらい、その店も一つもないんで、しんどかったですね。って感じで、熱中症動物ツアーでした。最悪なタイトル。というわけでね、まあ引き続き、月1回ぐらいはね、道東に来たらいいなと思いつつ、金がないなって思っていますし、まあ運転はいつも飽きています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。インスタのフォローも、インスタ、今日の写真ね、めちゃくちゃインスタがあってるんで、ぜひインスタを見てください。というわけで、さよなら。